して、マルチホームラン4安打4打点、福田信正。放送席、今日は完封リレー快勝のドラゴンズ、トータルヒーローにお越しいただきました。まずは今シーズン7勝目、大野雄大投手です。ナイスピッチングでした。ありがとうございます。7回を投げて無失点、今日どんなピッチングだったんでしょうか。そうですね、ピンチ多かったんですけど、なんとか守備、バックの守備にも守られて、ゼロに抑えることができました。今お話にもありましたが、毎回ランナーを背負ってというピッチングでしたが、ランナー背負ってからはどのようなことを考えて投げていたんですか。はい、いつもホームラン打たれるんで、今日はホームラン打たれんとこうと思って頑張って投げました。その意識が5月の完封以来の無失点というピッチングになりました。この無失点という点についてはどうでしょうか。そうですね、なかなか無失点で毎回乗り切ろうと思うと、逆にランナー溜めてしまって複数失点というのが自分のパターンなんで、いつも何点か取られながら長いイニングって思ってるんで、そうなってしまってるんですけど、今日はそれもなしでゼロで頑張って抑えようと思った結果抑えられたんで、続けていきたいと思います。特に7回は大きなピンチ迎える中で、大野さん自身 の素晴らしいフィールディングもありましたね。そうですね、いつも試合前に赤堀コーチにノック打ってもらってやってるんで、その成果出ました。さあ、そしてチームとしては9連戦、その大事な頭を取ることができました。この点についてはどうですか。はい、試合前のミーティングでも、ヘッドがこの9連戦が今年のチームにとって一番大事な9連戦になるって言ってましたし、その初戦を取れたので嬉しいです。さあ、そんな大野投手のピッチング、大きく援護してくれたのが今隣に立っている福田選手ですが、福田選手のバッティングはご覧になってどのように感じてましたか。福田最高ではその同学年同級生の福田選手にもここで少しお話を伺いましょう。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。今日は4安打4打点、打ちましたね。はい、自分でもびっくりですけど、素直に嬉しいです。今日は座席に立っていてどんな感覚だったんですか。いや、いつもと変わらないですけど、落ち着いて冷静に打席に入れてるんで、よかったと思います。ではその打席振り返っていただきたいんですが、まずは第一打席、名古屋ドームではゴールデンウィーク以来のアーチとなりました、逆方向でした。飛距離も十分、どのような意識、そして感触どうだったんですか。そうですね、まっすぐをライトに打てたんで、すごいいい形で打てたんじゃないかなと思います。そして第三打席は1試合で2本目となるセンターバックスリーへのホームランでした。あのホームランについていかがでしたか。すぐ追い込まれての3球目だったんで、まずはコンパクトに行こうと思って、うまく捉えられましたね。そして今日は今シーズン初の猛打賞となったわけですが、それを飛び越えての4安打4打席目のセンターへのタイムリーはどうだったんでしょう。いや、もうあそこまで来たら勢いで打てると思ったら打とうと思って、うまくいきました。今シーズンは一度ファームでの調整もありました。月が変わって8月は福田さんの月、そう言ってもいいでしょうかね。そうですね、なかなか、数字も上がってきてないんで、ここで8月で一気に上げて、チームを勝ちたいと思います。ではそれぞれに今後の抱負伺います。まずは福田さん、明日以降も素晴らしいアーチ、そしてナイスバッティング期待しています。ファンの皆さんに答えてください。はい、今日から、9連戦、頭をいい形で取れましたんで、まずは明日明後日、3連勝できるように頑張っていきます。さあ、そして大野選手もお願いします。はい、今年は大型連勝したり大型連敗したりっていうのがあるんですけど、この9連戦全部勝ちます。
最後は大津投手の気合で締めていただきました。今日のヒーロー大野雄大投手、そして福田信正選手でした。放送席どうぞ。